はい、こんばんは。9月26日、午後10時30分を回りました。4語頻語の夜第、295回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。今日はタイトル入院と書いてますが、そうですね、今日入院してきました。au のスマートフォン、インフォバ A01 なんですがね、今日はくしくも au の秋冬新商品発表会が午前10時から、行われたんですけど、結構いろんな話題が、ニュースが、流れておりましたね。まあ、その中で、その裏で、まあ、ちょっと、また不具合に悩まされている状況が9月に入ってからずっと続いておりました。この放送でも、まあ、ブログでも、お話を、しているかと思うんですけれど、標準アプリに不具合が起きてるんですね。だから他の Android マーケットのアプリなんかだったらアンインストールしてもうそれは使わないというふうに判断すればいいんですが、いかんせんキャリアが提供している標準のアプリで、まあ、ルートも取れないし何もできない状況にあるんで、まあせめてものせめてものなんていうかね、対応というか不具合が起きないようにしてほしいんですけど、なかなか難しいみたいで、今回はですね、その標準アプリのフォト、それと標準アプリの SH ビデオカメラ、そして電池温度が高いということと、カメラを使うときにインフォバーは物理的なボタンがないんですね。液晶画面の、カメラマークをタップすることで、シャッターが降りるんですけれど、そのカメラマークのシャッターボタンタップしても反応が弱いというか、すぐにカシャッとシャッターが降りないというのがあるんで、親父がまだシャッター降りんとかっていうふうにして怒ってましたけどね。なかなかそのシャッターが降りないというところ、液晶の反応が悪いのかなということで、まあ、それも一応改善をお願いしますということで au ショップの店員さんにはお話をしました。今日ですからお話を、au の157の方にお話をしたら1週間、一応基盤交換とか、まあ、修理をする前に、検査を、しますと、その検査に1週間ぐらいかかるでしょうという話で、まあ、その後、基盤交換するか、どうするのかというアナウンスがあるようです。ですんで、まあ、その間、ね、昔使っていたインフォバー2を、使いたいと思ってますけど、もうこのインフォバー2の方がなんか新鮮味があって、ちょっとね、また使ってみようかなというふうに思ってるんですけどね。ツイッターもフェイスブックもとりあえずはできますし、僕の使っている、写真共有サイト、フォトゾへの投稿もできるんで、まあなんとかできるんですけどね。ちょっとなんていうか昔に帰って楽しみたいと思っております。今日の YouTube、先ほど、動画を上げたんですけど、その動画に、SH ビデオカメラ、SH はシャープという意味なんですけど、シャープの標準のアプリ、
ビデオカメラの不具合、どんな風に不具合が起きているのかということを、動画にまとめて紹介しました。かなり駒落ちあるんですね。まあ、スマートフォンのビデオカメラ起動ってこんなもんかなというふうに思うんですけど、まあ、前の機種のレグザフォンが結構ね、反応良かったので、で、先月まではね、インフォバーのカメラ、ビデオカメラ機能も結構良かったんで、なんで9月に入ってから調子がおかしくなったのかなというところなんですね。もちろん、マイクロ SD カードには問題がないということも確認してますし、標準フォト、標準アプリのフォトの写真がなかなか表示ができないんですけれど、Android マーケットにあります、この前使ったのが、クイックピックというアプリを使ったんですけど、こちらはスムーズに写真表示ができるんでね、やはりもう標準アプリの方に不具合があるんだろうと思っているところです。まあ、1週間、2週間、まあ、これまで IS04 で3回基板交換をしてね、トータルで1ヶ月以上入院をしてましたんで、まあ、それに比べるとね、まあ、インフォバ A01 は今回の1回の入院で、大丈夫かなと思ってますけどね、電源周りがちょっとおかしい、電池温度が、異常に上がる。この前1回ね、24度、25度まで下がったんですけど、その後すぐにインターネットを使ったり、あとメールを送ったり、あとゲームをしたり、そんなことやっちゃうと、もう温度が36度とか、場合によっては40度を超しちゃうんで、普通そんなもんなのかな、というふうに思ってるんですけど、他のユーザーさんとの交流というかね、周りにスマートフォンを使っている方が少なくて、ほとんどガラケーなんですね。インターネットの、ニュースによると、スマートフォンの使用率っていうのは、まだ10何パーセント、20何パーセントってまだ低いんですよね。まあ、しかも20代の若い方を中心にスマートフォンの利用は高いんですけど、僕のような50代、40代の方は割合が少ないということでね、情報交換、スマートフォンユーザー同士の、情報交換というのがなかなかできにくい状況にあるということで、スマートフォンサロンというね、勉強会、交流会を民間レベルでやろうと動いております。他にもね、市内で Android 端末のショップを行っているお店さん、それと、市民団体関係の方とかね、まあ、10月に入って、その Android 端末に関する勉強会、交流会をしましょうというふうに動いているようです。ちょっとこれ、サーシス製層の音が、キン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 言いますね。とマイクを離します。ということでね、宮崎市内でも、また Android に関する研修会、研究会、交流会というのが、ぼちぼち、声が上がってきてますんでね、と横の連携を図りながら、まあ、僕の場合には、高齢者、年配の方が、ほとんどだろうなと思ってますけどね、まあ、幅広くいろんな団体さんの交流会、勉強会とね、連携しながらスマートフォンの使い方、それを勉強していったり、まあ、自分たちの情報を共有してその情報を広めていくというようなこともね、やっていきたいなと、まあ、ユーザーレベルでの、まあ、ユーザーの会みたいなやつなんですけど、まあ、ユーザーって機種ごとに、使い方も違うんですけど、まあ、機種を超えてね、Android OS のもとに使っている、ということで、
と広くやっていきたいなと思ってます。今日お電話がありまして、大谷さん今日チラシ入れたよって言ってて、宮崎駅近辺の地元市の中に、私のチラシが裏表入っておりますんで、多分もしかして明日以降お問い合わせの電話が入ってくるのかなと思ってます。前回も2月にチラシを入れてもらったんですけど、結構翌日反応があったんでね。ですんで年賀状作成講座、それとスマートフォンサロン反応があればいいかなと思ってます。これユーストリームのプロデューサーという無料のソフトを使ってるんですけど、これにはプロデューサープロという有料のソフトもあるんですけどね、やはりその今何人の方がご覧になってるのかっていうことが全く表示がないので、なんか寂しいなという感じで放送はしてますけど、一人でずっと話をしてるんでね、他のなんだタレントとかミュージシャンみたいに、自分の歌を歌いながらね、曲を披露しながら放送すればいいんですけど、一般人ですから、ね、曲も持っておりません。あっても歌が下手なので、曲も作るセンスもないのでダメです。動画だったらね、YouTube にいっぱい上がってますけど、Ustream で一回 YouTube の僕の動画を紹介したんですけど、かっこん、コマ送り状態になってまして、とても紹介できるものじゃなかったので、写真だったら、なんとか紹介ができるのかなというふうに思ってます。いつもこういったおじさんが話をしてるだけではしょうがないのでね、なんか変化のある番組作りをしたいなと思ってますけどね。なかなかです。こちら、宮崎も、あと、朝夕は結構冷え込んできて、僕も長袖のトレーナーを着てるんですけど、ちょっとあったかいものが飲みたいなということで、台所あちこち、探っていたらこういうものがありました。ポットね、ポットなんですけど、ポットに今あったかいものを入れて飲んでおります。さて何を飲んでるんでしょうかね。こぼれた。結構ね、もうそろそろあったかいもの、結構コーヒーが好きなんで、マグカップにコーヒー入れて飲んでるんですけど、まだコーヒーの豆を買ってきてないんで、コーヒーがなかったんですよ。今これ、中に入ってるのは日本茶。日本茶をマグカップで飲んでおりますけど、美味しいですね、日本茶。年取ってくると、日本茶がいいのかな。日本茶と、コーヒーを飲んでますけどね。紅茶もたまに飲んでますけど、親父がいますんでね、いつもお昼3時ぐらい、お茶飲まんかという声がしてくるんで、一緒に親父とお茶を飲みながらお話をしております。ちょっと失礼してお茶を飲みます。お茶をね、売りに来るんですよ。売りに来るというか、弟の、高校の時の先生が今実家に戻ったのかな。宮崎県の、あそこは東臼杵郡五ヶ瀬町ですかね。五ヶ瀬町の方に、今住んでらっしゃって、そこでお茶を作っているということで、高校の教え子の皆さんにバーッと連絡して今お茶を売ってるんですけど、弟もね、恩師のためにお茶を買おうということで、結構いっぱいお茶が送ってきてますけど、美味しいですね。
宮崎県でいうと、まあ、都の城の社が有名なんですけど、あの俳優の三浦春馬さん、若い男優さんなんですけど、あの方がやってた CM、大いお茶、伊藤園の大いお茶、バックに出ている茶畑、茶園、どっかで見た風景だよなって、まあ、県内あちこち取材してますし、茶畑、茶園なんかも見に行ったり、お茶を飲んだりすることもあるんですけれど、どっかで見たような茶畑、茶園だよなと思ったら、津野町に、伊藤園の契約農家さんがいらっしゃると。あとはね、伊藤園のあの CM は、津野町近辺と、あとは鹿屋、鹿児島県の、で撮ってるっていうことで、ああ、なるほどね、津野町のあそこの農園だねっていうことで、CM 見てました。今でも、CM は終わったのか分かりませんけど、今でも、津野町の方のお茶っ葉が使われているようですね。まあ、結構契約農家さんっていうのが多くて、やず屋の卵黄ニンニクですか、ニンニクを作っている契約農家さんも、小林エビ農家の方にいらっしゃるそうですね。結構大きな、企業さんの契約農家さんっていうのがいらっしゃいますけどね。あの例のあぐら牧場の契約農家さん、畜産農家さんは今どうなんでしょうかね。まあ大変だろうと思います。まああぐら牧場に関しては、まあ、あまり良い評判はなかったんですけどね、まあ、仕事のためにまああぐら牧場と契約をして、まあ、畜産農家をやってるんですけどね、まあ、ちゃんと、あぐら牧場の破産管財人の皆さんですか、弁護士さんですか、ちゃんとお金をね、工面をして、契約農家さんがきちっと牛のお世話ができるようにやってほしいですよね。まあ、なかなか大変でしょうけど、よろしくお願いします。あ、そうか。鹿屋って言ったら、知覧茶、が有名ですよね。知覧特攻記念館があるところの知覧茶っていうお茶も売ってましたけど、あそこのお茶も美味しいですね。都城のお茶も美味しいですね。まあ、昔は社会で勉強したように静岡のお茶が美味しいということで、まあ、なかなか静岡のお茶を飲むことができなかったんですけどね。まあ、今は都城のお茶、岡瀬町のお茶、で、知覧のお茶、まあ、いろんなお茶を飲み比べることができたんで、昔というか、つい最近、まあ、最近は行ってませんけど、デパ地下に行って、お茶屋さんのところに行って、行くというか、お茶屋さんの前を通ると、店員さんがお盆に小さな湯飲みにお茶を入れてきて、飲みませんかということで、飲んでましたけど、そこで飲み比べっていうのをさせてもらったんですね。微妙にやっぱり違うんですよね。あれなんで違うのかなっていうふうに、お茶っ葉なんで違うのかなと思うんですけど、それぞれ特徴があって味が違うんですよね。なんかお茶も奥が深いな。親父はね、ペットボトルの飲料っていうのはあまり飲まないんですけど、お茶は飲むんですよ。で、親父が好きなお茶が、やはり大いお茶。伊藤園の大いお茶は美味しいな、ということを言ってますけどね。やはり、わかるんでしょうね。僕はもう、お茶はあまり、昔まで、若い頃はね、そんなにどれもないなと思ったんですけど、まあ、年食ってきて、まあ、味が変わってきたのかわかりませんけど、少しずつ、親父のように、味の違いが分かってきました。ちなみに今飲んでるのがその弟の恩師の先生からいただいたお茶っ葉なんですけど、美味しいですね。まあ、夜にコーヒー飲むと眠れなくなるっていうことがあるんだね。
これからちょっとお茶にシフトしながら、コーヒーは、昼間とか、徹夜の時とか、まあ、そういう時に、飲めばいいのかなと思ってますけどね。コーヒーもね、昔豆にこだわって、あそこタリーズの方で、豆を買ってきて自分で挽いて飲んでましたけど、ミルで豆を砕くでしょ。カスがね結構溜まっちゃうんで、まあ洗うのは特に面倒ではないんですけどね、まあかなり手間をかけて飲んでましたけど、最近はもうインスタントコーヒーが非常に多くなったんですけど、たまには、時間かけて、豆からコーヒーを入れて飲んでみたいと思います。藤岡弘さんがコーヒー道という道を作ってコーヒーを極めていらっしゃいますけど、まあ、そこまでやる必要はないと思うんだけど、たまにはゆったりとした時間の中でコーヒーをまた飲んでみたいと思います。とあることらじゃコーヒー美味しいなというふうに思ってますけどね。あとタリーズの方ではアフリカのお茶、コーヒーも売ってましたしね、といろんな違うところのコーヒー、あと何ですかあれ、アフリカなんかのちょっと貧しい国々の皆さんがコーヒーとかね、いろんな商品を売ってフェアトレードですか、そういう形でコーヒーの豆なんかも売っていたんで買ったんですけど、美味しいですね。アフリカのコーヒー、東南アジアのコーヒー、またなんか違った味わいがあって美味しいですね。まあ今お金がないんで、ちょっとお金今度の新しい口座で、忙しくなればね、ちょっとまだいろんなコーヒーも味わってみたいと思います。あ、そうそう、すいません、今日このマグカップを使ったんですけど、これは普通の100円ショップで買ったやつなんですけど、僕の番組のリスナーさんが手書きのコーヒーカップを送ってくれたんで、次回からはそのコーヒーカップを使いますんで申し訳ありません。今日はこれでご勘弁お願いします。まあ、手書きのコーヒーカップっていうのもいいですよね。僕学校の教員やってました頃、小学校の修学旅行で、釜本にも行ったんですね。そこで体験教室、自分で粘土からコーヒーカップとか器を作って、で名前を入れてっていう、焼き上げるのは、旅行が終わった後1週間か2、3週間かかってましたかね。2週間後に学校に届いて、それを、卒業記念品と一緒にするということでやってましたけど、その時にコーヒーカップを作ったんですけど、やっぱり焼き物もセンスですね。あまりセンスがないと、なんだこれっていうようなものができてましたんでね、とセンスを磨いた方がいいんでしょうか。まあ、焼き物といえば、日南市の宇土小学校では焼き物ではありませんけど、運玉、小学生が、宇土神宮に、納めるために、粘土でね、運玉を作ってます。宇土神宮というのは男性は左手に運玉を持って、境内というか宇土神宮から海岸に大きな岩があって、そこにポコッと穴が開いてるんですね。そこに運玉が入ると、運がいいですよということで、えいって投げるんですけど、その運玉を宇土小学校の生徒の皆さんが作ってるんですね。僕も、日南市の教員だった頃、教員研修でその小学校に行って、子供と一緒に運玉を作ってましたけど、あれただくる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 丸めていくんですけれど、子供の皆さんうまいですね。僕なんかは大きな頭
小さな玉ってできるんですけど、もう子供さんはね、もうよくやってるんで、くる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 っぽ、くる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 っぽってあって、だいたいほとんど同じ大きさの、運玉ができるんですよ。それに、運と書いたハンコでポコポコポコって押していくんですけれど、まあなんていうか、あの家内製手工業というか、学校内の工場といいますかね、すごいなと思いましたよ。でその運玉の売り上げは学校の図書館の本を購入するとか、あと運動会で使うとかね、いろいろ使い道があるんで、まあ子供さんは一生懸命作ってましたね、うん、ああいったのもやっぱり熟練技、職人技がいるんでしょうね。そういったなんかいろんなものを作るっていうことを小さい頃から体験するっていうのは非常にいいと思うんですよね。うちの親父はここでも放送しましたように元エンジニアで神戸の鉄工所にいました、うちの親父は10人ぐらい兄弟がいて、何番目かのおじさんは、富士重工業にいました。でその関係もあって、親父も神戸の方の鉄工所の方で、作業してましたけど、で鉄工所を辞めて、でこっちに帰ってきて、仕事をやってるんですけどね、まあ、銀行員になってもその鉄工所の経験を生かして、僕らの小さい頃の子供はほとんど親父が全部作ってました。今でも竹ひごとかを買ってきて飛行機を作ってますね。あとは、公民館の文化祭がある時には竹とんぼを作ってます。これがねまたねよく飛ぶんですよ。なんかもうすぐ公民館の文化祭は10月、11月になるんで、また老人クラブの方に依頼があれば作ると思うんですよね。もう10月に入ったら自分の倉庫に入って一生懸命作ってましたんでね、そういった昔ながらの手作りのものっていうのは非常にいいのかな、年取っても、忘れない、覚えているっていうことでね。だから僕も手にそういった技術を身につければよかったかなと思ってます。まあ、小学校の教員って辞めるとね、どこでも働けないんですよね。ってよく昔から言われてましたけど、まあ、今からでも遅くないんで、なんか手に技術を身につけたい。まあパソコンはできるんで、まあ、パソコンだけじゃね、なかなかなんでね、ものづくりのなんか技を覚えてみたいなというふうに思っているとこです。ちょっと今日はね、天気が悪くて、今、マイクには入ってませんけど、パラ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 と雨が降ってまいりました。明日はパソコンレッスンが午前中にあるので、まあ雨は止んでほしいなと思っております。ちょっと、風邪気味っていうか、ちょっとね、暑いのか寒いのか、わからない状況もあるんでね、風邪をひかないように、気をつけたいと思います、皆さんもね、風邪をひかないようにお過ごしください。はい、今日はお茶を飲みながらの、放送をしましたけど、まあ、寒くなったらまたいろんな楽しみが出てきますんで、またお話をしていきたいと思います。ヨンゴヒンゴな夜第295回、入院というテーマだったんですけど、ちょっとお茶の方に話が変わってしまって申し訳ありません。ほんと、ヨンゴヒンゴ、あっちこっちに行ってる放送をしておりますけれど、また明日もお時間がございましたら、午後10時30分から放送しますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃあ、失礼します。